クリスティアン・トビアス・ビルツ、ドイツ語、クリスチャン・トビアス・ビルズ、1964年4月28日体、は、ドイツのルター派福音主義神学者。2020年3月1日、ザクセン福音ルター派宗教会の監督に就任した。1964年に、牧師の父・ボルフガング・ビルツと母、インゲボル・グールズラと間に生まれた。トビアス・ビルツは人目の子であり、兄のクリスティアンと、 ダニエルも牧師である。ビルツ、イエス3人の兄弟は共に父の牧師職を継いでいる。旧東ドイツ、ケムニッツ近郊のプライサにある工業高等学校を卒業後、1980年から4年間駐輪ー研修、アルテンブルクで機械整備校になる教育を受けた。その後、ライプツィヒガミ学校で福音主義進学の学びを開始した。 スビッカウ近郊のリンゴートケムニッツ市内、カスベルクにある福音主義協会で牧師補としての職務を終え、1991年に第二次進学試験合格し、ライプツィヒガミ学校を卒業した。1991年6月16日、トビアスビルツのアンシュレーガエールツゲビルク軍、エアルバッハ・キルヒベルクの協会で行われ、牧師に就任した。2007年までこの地で、 牧師職を務めた。2001年、エールツゲビルク・軍首シュトルベルク地区の青年担当牧師になり、2007年から2018年まで、ザクセン福音ルター派宗教会の青年担当牧師を務めた。トビアス・ビルツは2015年5月1日に行われたザクセン州教会監督選挙に立候補した。第6回投票で38票を獲得したが、40票を エタ・カルステン・レンツィングに赤拝した。2018年、州教会高等参事官に任命された。さらに、ライプツヒ、ライプツイガーラント、ライスニヒウォーシャッツ、ロホリッツ教会地区の教会行政事務を管轄することになった。2019年10月31日、カルステン・レンツィング監督が任期途中で辞任した。監督の辞任で生じた混乱を収集するために、 2020年2月29日に、ザクセン州協会監督選挙が行われた。この協会監督選挙には、トビアス・ビルツの他にアンドレアス・ボイヘル協会地区長、ウルリケ・バイヤー協会地区長が立候補した。トビアス・ビルツは、第3回投票で79票中48票を得て、ザクセン福音ルター派州協会の監督に選出された。2020年4月25日、 ドイツ合同福音ルター派協会のラルフ・マイスター指導監督の指式によって、トビアス・スビルツのザクセン福音ルター派州、協会監督就任式が、マイセン大制度で執り行われた。彼自身の申告によると、社団法人、リーメナ兄弟団会員、エアルバッハ・キルヒベルクにある社団法人福音主義、モンテッソーリー教育協会の講演会員、社団法人ドイツ産学協会と、 f c イエルミュンヘンの会員である、ドレスデン在住、既婚者であり、3人の成人年齢に達した子がいる。ありがとうございます。